ばやし、まぶしい光を目指して、僕らのオープニングは沈まない太陽。なんで呼び出されたか分かってる？はい、僕がクジラ先生のお家でキャッチボールをして障子を破ったからです。うん、違う、あなたが宿題を19日連続で忘れたから。そうだったんですね、宿題忘れて申し訳ありませんでした。うん、だけどもうそのことはどうでもいいの。じゃあ帰っていいんですか？帰っていいわけない。あなたが私のお家でキャッチボールをして障子を破った件が解決してないから。そうだったんですね。やっぱりあなただったか。昨日家帰ったら障子破れてるな、思ってたわ。キャッチボールしてたんだ。キャッチボールしちゃダメでしょ、私のお家で。なんで外でやらなかった？外で公園でやろうとしたんですけど、キャッチボール禁止って看板があったんでやめました。でも藤原先生のお家はキャッチボール禁止の看板なかったんでやりました。当たり前でしょ。なんで私のお家にキャッチボール禁止って看板立てなきゃいけないんだ。当たり前ならなくて、もう許さないよ。てか誰とやったの、キャッチボール？誰かとしたのか？クジラちゃんです。誰だクジラちゃんって。今日も日直だったけど姿見てないよ。クラスメイトなのに分かんないんですか？分かんないよ。え、同じ髪型した女の子いた？いや、髪型は普通なんですけど、クジラになりたいと思ってるんです。髪型普通だったらなんでクジラちゃんって呼ばれてるの？だからクジラちゃんになりは、クジラちゃん、クジラちゃんはクジラになりたいと思ってるからクジラちゃんって言われてるんです。まあ、なりたいと思っててもいいんだけど、そのクジラの髪型してなかったら呼ばれないんじゃないの？じゃあ見た目で判断しないでください。クジラになりたいって心が、クジラってあだ名をつけるんです。私もあなたも髪型でクジラってすぐわかるから言われてるけど、なんでその髪型が違っても呼ばれるの？じゃ、髪型が違っても心がクジラになりたかったらクジラって呼ばれるんです。僕も先生もそうです。クジラ、もし髪型が違っても呼ばれてます。じゃ、そんなことないわよ。この髪型だからこそクジラって呼ばれるわけであって、髪型が違ったら呼ばれないわよ。じゃ、髪型で人を判断しちゃいけない。心がクジラになりたかったら誰でもクジラって呼ばれるんだ。じゃ、だからクジラって呼ばれたかったらクジラの髪型にしないといけないんじゃないのって。じゃ、だから心がクジラだったらクジラなの。だからクジラの、なんだこの討論は。なんだこの討論で白熱しなきゃいけない、あんたと。こんなことはどうでもいいのだ。あれだ、キャッチボールの障子の件を解決しなくてダメでしょ。あんたね、キャッチボールの馬の大きい穴もあったけど、なんかいっぱい穴あったけど、あれ何？あれはもうどうせ破れちゃったんで指でアタタタしました。指でアタタタするな。私の家の障子を指でアタタタするな。ついでに、でも今日障子張り替えに行きます。え、反省してるんで、さすがにクジラちゃんと一緒に張り替えに行きます。一人で行った方がいいんじゃない？また遊ぶんじゃない、クジラちゃんと行っちゃったら。いや、でも二人で反省してるんで二人で張り替えます。絶対張り替えるだけよ。いらんことしないでね。わかりました。ぼー。クジラだね。さようなら。ぼー。ぼんばやーし、眩しい光を目指して、僕らのチャンネルは沈まない。太陽行こう。ひとかけらのチャンネル登録して、未来への尻尾ちょっと見えたよ。で最初はみんなチャンネル登録してなかった。今では結構な人がチャンネル登録してくれてる。僕の心を惑わす運命のしょっぱいチャンネル、してないやつは白よ。ボンバーやチャンネル登録捨てて、僕らならそれでも笑えてるはず。夢を叶えるための涙ならば欲しくはない。 Precious in my life、oh。